今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックス、せじも20分間。それではいきましょう。魂のリラックス、略してたまりらえ、毎回ですか？はい、何回ですか？私がいつもの文句を言ってる時に、ね、まあ、隣ですっげえちっちゃい声で言ってますよね。いや、今回初めてです。すっげえちっちゃい声で毎回言ってたんかなと思って。言いたいんかなと思って。初めてです。いいですよ、言っていただいて。いやいや、言わなくていいです。これ何年か前にね、一回やりましたね。やりましたよ、ね、言えなかったもんね。そのこんだけ聞いているのに、うん、もうこれ不思議なもんでね、うん、まあいいんですよ、もう隣でちょっとちっちゃい声が聞こえたもんで笑ってしまいましたけど。いや、もうね、8月もですね、2週目に入ってきて、まあ各々いろんな地域で聞いてますからね、暑かったり寒かったりはないと思いますけど、まあ雨降っちゃったりいろんなね、大変な時期もありますけど、あのうちのですね、ベランダの、なんて言うんでしょう、天井っていうんですか、ベランダの天井。天井、まあ言ったら上の階の床の一番下とかですね、はい、床の反対側、ね、反対側、うん、でそこからお水がね、ほう、多分、まあ、上の人悪いわけじゃないですか、うん、上の階の室外機のお水が、まあ、うまく排水の方に逃げずに、なんか下に染みてきてる、来てるんじゃないですかね。でそれがうちのベランダの3端っこですね、うん、まあ布団だったら干すところだと思うんですけど、うんうん、でそこにパンとこう落ちてはですね、うん、跳ねるわけですよね、パシャンパシャンつって、うん、でそれがこう洗濯物まで飛んでくる。お水の細かいのがね、まあ、汚いお水じゃないんでしょうけど、まあ、気になるんだっちゃう。気になりますよね。だからそれをまあ一応管理会社の人に、まあ、そういう説明をしたんですよ、うん、天井というか上の人の床の一番下ですと、はいはい、でその電話をまあちょっと説明も面倒くさいですけど、うん、まあして、うん、まあ、今それをいろいろやってもらってるんですけど、うん、私ねその時にね、うん、ああちょっとこのたまりでやりだしてからと言っていいと思うんですよ、はい、電話への感情が変わってきたと。電話への感情が、大村さん電話好きですか？電話僕あんまり好きじゃないです。それなぜにですか？電話だけどメールと比べたら電話の方が好きです。あ、そうですか。だからもう電話やったら10秒で済むっていう、まあまあそうですね、ことがメールやったらもうやらなあかんから、そうですね、一からちゃんと書かなきゃいけない、だから、まあ、電話の方が好きって言ったら好きだけど、あ、それ結構、じゃあ私の中では好きな部類だと思いますよ。私は、ね、電話大嫌いなんですよ。ああ、そうなんですか。まず 何でかかってくるか内容がまずわからないですよね。まあ、リーンってなりはるからね。リーンってなりますからね。それからいつ来るかわからないですよ、ね、リーンってなりはるからね。そうですよね。昔タモリさんが電話してくるのびっくりするから、電話する前に一回電話してこいって言ってたで、こっちからかける時も、うん、まあそういう管理会社かけた時にどんな人が出るかわからない、うん、で、まあ今野村さんの言葉なんで説明を言葉でするのが、うん、私は結構面倒なんですよね、うん、簡単なことだと今いいんですけど、今のベランダの話とか、うん、だからいろんな理由で俺電話は嫌だと思ってたんですけど、うん、最近はどんな人が出るだろうをワクワクするようになったんですよ、うん、電話かけるのか、かけるのか、うん、でかかってきた、まあ誰かが分かればそれは出れるんですよ、分かりますけど、まあ、まあ最近あんまりこう分かんない番号は出ないですけどね、うん、でもかけるときに自分の感情が変わってきたのか、それは何かっていうと、何でも必然であって最善だというのを大村さんがもう断るごとに言ってくれていることによって、ここで電話する相手が何か面白いことあるに違いないというふうに思うようになったことにこの前気がついて、うん、なるほど、嫌いなものがちょっと減ったね。いや、ほんとそうなんですよ。大きいよ、電話嫌いじゃなくなったら。はい。だから、嫌じゃなくなっちゃったんですね。で、今かけるってことはきっといい人が出るだろうし、うん、まあ、これをかけたことによってなんか面白いことが起こるんじゃないかっていう。これがですね、もう何年も前ですけど、3年前、うん、うちの子供が1歳と、うん、早朝7時頃に、うん、間違えて私の携帯をいじいじしてた、うん、電話帳に入ってた鶴瓶さんですね、うんうんうん、かけちゃった、あ、言ってましたね、かけちゃったんですよ、うん、朝7時頃に、うん、
こでそんなね朝早いからわってすぐ止めましたけど、うん、なんか残ったかもしれないけどかけて起こすのもあるし、うん、ちょっと2時間ぐらい経ったらかかってきて、でどうしたって言うから、いや子供がいたずらしてって言った瞬間にうわって笑って、うん、でちょっと子供変わってって言ったっていうね、養老さんすごいね、すごいですよね、うん、その感覚ってもしかしたら打つからかかってきたそんな何回もかけてないですよ、うん、もしかしたらねめどっちって思うかもしれないですけど、うん、おもろいことあるかもって多分かけてるんだと思うんですよ、うん、だってあの鶴瓶さんって有名な話ですけど間違い電話の人と友達になってご飯食べたりするらしいですよね、うん、そうだからそこの全てを楽しむ感覚っていうのが、うん、ちょっと私にも大村大先生のおかげでそういや本当にねあこれ変わったなってこの間実感したんですよ。だから皆さん苦手だと思ってることも全部最善だと思うと好きになれるかもしれないっていう私のいい話。僕ほんまお店とか行って店員さんと話したらするのおもろいもんねでそれがあそこのハワイのラリマーのお店に繋がるんですよ。全然買う気なく私も入ってねあそこで話しながら2時間も喋ったっで終わってから会話終わってからまた行ったりとかして次の日も行ってるもんねみんな連れてトータル 4,5 時間いるんじゃないですか、ねね、ラジオも来ていただきましたしね、うん、そうそう、まあ、あの後ねだからお互い丁重なお手紙いただいてね、はい、ありがとうございます本当にありがとうございます、うんまあ、今週もきっと聞いてくれてると思います、ね、本当そのハワイでパッと大村さんと私がひらめいて、こんな番組面白いんじゃないかとするシリーズものが、うんはいはい、タマリラ的楽曲考察というのがですね、はい、今回でボリューム7にあっという間になりまして、一応夏ということで8月ですからね夏っぽい曲を私今回は持ってきたわけです。何ですか？これですね、実はハワイでカブトムシ、カブトムシじゃないです私が夏っぽいっちゃ夏しかいないですけど、うん、愛子さんの曲あるかな、少し背の高いでですね、そのハワイで、実はハワイで私は出雲大社というところで奉納演奏、それからランドバーラーというところでまたまた歌っていただいて、でそこで終わりかと思いきや、ハワイのワイキキビーチで2晩、いや2晩ですかね、連続で、はいはい、砂浜で路上ライブというのを、ね、やりました、ね、やりました、大村さんももちろん歌いました、はい、で私がギター伴奏で一緒に来てたツアーの方もみんな歌ったんですけど、はい、そこで私が歌った曲が、はい、っていうか歌わされた曲ですね、何だったあれです、ね、空の声が聞きたくて風の大村さんがこうスマホでコードを出してね、うん、私の真横にいてでこれで弾きながら歌ったわけです、この歌に今回行ってみようかと楽曲考察です。海の声、はい、桐谷健太さんです。海の声がタイトルですね。海の声がタイトルです、はい、もうこのタイトルがちょっとハッっていうハですよね、そうね、何やそれと、何やそれですよ、海はだって喋らないわけですよ、でもこの曲の中では海だけじゃないですよ、海の空の声、海の声言うとね最初空から言ったんだよねいやそうですね、それは変化球から来てるもん。いやそれはタイトルが一番最初の歌詞に来る歌なんてないですよ。いやないけど海言うてんの空かいないう話やん。ゾウさんぐらいじゃないですか。ゾウほんまやね。シャボン玉もいます。あ結構あるんじゃない。シャボン玉小さい秋見つけた。小さいよそれすぐすぐ出てきてあれ誰かさんが出てそうそうそう、いやそれでもそうこれ風が海の声なんですけど、うん、頭が空の声が聞きたくて、次は風の声に耳澄ませ、やっと海の声が
知りたくて君の声を探してる。ここですよ。もうここ時点でもうちょっとだから普通に考えたらおかしい感じですけど、うん、まあ、この子には多分聞こえてるんだと思いますよね、うん、まあ、聞こえた聞きたい聞きたいと言ってますけど、うん、まだあるんですよ、うん、A メロ、うん、会えないそう思うほどに相手が大きくなっていく。この次ですよ。川のつぶやき、うん、山のささやき。また出てきよ。川って山出てきはったね。川はつぶやくわ、うん、山はささやく、うん、で、あげく、うん、君の声のように感じるんだ。はあ、いろんなの聞こえちゃってますか、うん、川のつぶやきはなかなか聞こえないですよ ね。痛い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 です、水が岩とかにこうバンバン行ってますから。そう、痛い、いや、ぶつかってずっと人の感覚っていろいろやな。山のささやきはどうでしょうね。山のささやきはあのサバサバしてるじゃん。風吹いて木がサバ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 この歌の面白いところは、うん、で聞こえて感じるんだってなるじゃないですか、うん、で B メロ、目を閉じれば聞こえてくる。そう、これ君なんですけど、うん、君のコロコロした笑い声。コロコロしたね。やばいですよ、コロコロ。なかなか人の声つかまえてコロコロはね、あーでもコロコロ笑いはんねんな、うん、そういう表現をよくしますよね、まあ、明るい子なんでしょうね。で声に出せば届きそうで、これ本人ですね。今日も歌ってる、海の声に乗せて、海の声に乗せてはんねや。パッと聞いたらね、さらんとこう言ってしまうかもしれないですけど、俺はこれはね結構深いなと思うんですけど、どういうふうに結局自分の声も、うん、海の声、空の声、風の声みたいに、うん、こう宇宙の、うん、言ったらこう振動の一つ、うん、だから彼女の声も、うん、コロコロ聞こえちゃってるわけです、うん、だから もはやこう言葉としてというよりかは、うん、もう波動であって音の振動で僕は歌っちゃうよっていう、うん、なるほどね、というように私には感じられました。だからすごいなんていうんでしょうね、うん、あのこれからもあなたを愛してるとか言うよりも、うん、海の声に乗せてなんか、うん、あのあーって何か分かんないです、歌っちゃってる方がなんか芯をついてんじゃない。これをサクッとこう桐谷健太さんがね、うん、なんか素朴に歌う感じがまたあまりがいいんじゃないかと思うんです。うんうん、これ僕はね神話のように聞こえるんですね。何すちょっとした沈黙。いやいや、なんかスイッチ入ったね。神話のように。聞こえるんですね。2回目ですけど全く同じこと2回目ですけど、神話、うん、神の話とかそうなんですよ。それで、まあ、海の声じゃないですか、はい、ね、海の声って何なんやろうなっていうふうにまあ思いますよね、はいはいはい、で、まあ、空の声が聞きたくて、うん、で風の声に耳を澄ませて海の声が聞きたくて、で君の声を探しているっていうことでしょ。だからこう自然の中にこう声が聞こえてくるっていう風な感じで、そこの自然の中の声の中にその、まあ、君というのがあの恋愛的な感情なのか、あるいはもうちょっと違う、はい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 、ちょっと遠い存在なんだけど、その、まあ、ちょっと神様的な、はいはいはい、の声をこう
自然の音の中にこう探してるんだと。あら。で、こう、でもその存在と会いたいと思うけど会えない。でも思いがこう大きくなっていく。で、川のせせらぎにも耳を貸してみよう。うん、山のささやきにも耳をすみません。聞いてみよう、はいはいはい、でそこにも君のその神の声が聞くように感じるんですよ。で目を閉じたらその神の声が聞こえてくる。それは君のコロコロした笑い声、はいはい、ここにですね僕は神を見るんですね。コロコロ、はい、これ言いましょう。言いますか。ええ、二人の神様のこと言う。断言しましたね。その神様の名前は豊玉姫、玉寄姫のことを言ってる。だって玉だからコロコロ。あ、それで両方とも海の神様なんです。だから彼は、桐谷さんは浦島太郎になっていた。怖っ。浦島太郎が、彼は竜宮に行って神様と出会いますので、その神様が誰やっていう話は浦島太郎の伝説の中には書かれていません。だけど、日本書紀あるいは古事記という神話の中で山幸彦という神、これは二人の御事の子供にあたる、天照のひ孫にあたる人なんですけど、彼は海に行って竜宮城で豊玉姫という姫に出会うんです。そして、まあ、彼女と結婚をして、で生まれた子供が、まあ、うがや吹き合えずという子供 でその子供を育てるのが妹の玉依姫なんですね。なるほど。でその玉依姫とうがや吹き合えずは結婚をしてできた神様人が、まあ、神武天皇になるわけですけど、はいはいはい、まあ、このお話もしかしたら前もしたかもしれませんけど、はいはいはい、だからその玉依姫か豊玉姫かっていう人の声を聞こうとしてるっていう風に僕には聞こえるんですね。それだからコロコロなんですね。だからコロコロなんです。でも笑い声をコロコロというのもありますけど、まあ玉だからコロコロ。これしかもですね、はい、これ桐谷さんが歌ってますけど、はい、作ってるのはビギンなんですよ。ビギンさんなんこれ。なのでやっぱこの沖縄、はい、沖縄、それは余計にそういう可能性ありますね。可能性ありますね。いやいやみたいな。いやさあさあですよそれ。そういうなんかコロコロ私の中でもちょっとなんかね変な感じはしますよね。普通なんかケラケラとかケタケタとかね、こういう可愛らしい声にしても、いやこれはここしのばしたと思うよ。これつきましたよ、いいところ。いいとこね。これもビギンの方たちがうわーっとやばいやばいやばい、うん、あーほらくすまいって思ってはるかもしれませんね。言われたっていう、それはもう島んちの宝見つかったみたいなね知ってる情報入れてきましたね知ってる情報素晴らしい。いや、でも本当だからコロコロって言われたら、このね、笑い声の表現なんか数々ある中で、あえてあんまり使わないこのコロコロを使った意味合いが、いやこれはいいですよ。でこれ2番って言うんですか、はい、たとえ僕がおじいさんになってもって玉手箱開けてるやんまた無音がここで歌ってる君だけをもう、これだからうまいことその浦島太郎に、まあ、つなげていってるところもあるし、まあ、実際問題、ずっと長い期間思ってるというのもあるし、いやだからねやっぱりね、これあの詩を書く人、まあ、私たちもそうですけども、は時間かけて作ってればこうやって後から読んでも、あこういうことないからってやっぱなるし、こういうのがみんながやっぱりこう口ずさみたくなるね、曲であり、それをこうしてたまりらでお話ししてて、これなんかやってる間にやっぱどっかでガチッとなんかハマりそうな気がしますね、ね、これでさ一番最初の、はい、入りの音がさなんかいいよね。
そらあのですか、うん、いやこれ、これはかっこれちゃんと歌えたらかっこいいね。いやいや歌ったらいいじゃないですか。さあもうええ感じで歌いはるわこれね。多分でも難しいですよ、男性がこれキーのまま歌ったら、うん、高いし難しいと思いますけど、ぜひ皆さん、このコロコロはなんかおかしな表現じゃなくて、玉より姫と、それから、ね、豊玉姫、豊玉姫の玉二つでコロコロなんじゃないかという、この大村さんの考察は素晴らしい。いや僕も言うててすごいなと思った自分で。今の今やからねこれね。そうですよ、もう本当にちょっとじゃあこれいきますねでもうスタートですから、いやだからやっぱりそれはねきっとこれを選ぶ私も意味があるでしょうし、これがパッとひらめく大村さんとやっぱりつながってたまりらなんですよ、いやたまりらやんコロコロやんラリマーだったりたまりらだったりね、いやすごいね。ビキンさんもしご意見あったらお待ちしております、いらっしゃってください、いらっしゃってください、いつでもお待ちしております、お待ちしております。ということで、今週はこんな感じでまた来週元気にお会いしたいと思います。お会いいたいつもね、私宇都宮一と大村でした。それでは皆さんまた来週、さようなら。すごいね。これコロコロその玉より姫バッて出た時に、おいしゃってなりますよね。なりますね。それ今こういろんなの見ながら聞きながらで来たんです。来たんです。実際ちゃんとこの詩を読んだことはなくて、歌ったこともないんですよこの曲。歌ってみたらいいんじゃないですか。いや歌大変です、歌はそうですね。で聞いて、ああ面白い曲、あの詩がそれから始まんねやとかね、思って、それで、あこれ神なんかその女神っぽいなって思ってて、うわこれこれやん。そうそう、これ本当不思議ですよね。あの普通笑い声の表現でコロコロはなかなか使わないと思いますし、これでもさっき大村さんが言われてて、あなるほどと思ったのは、俺勝手にこれ恋焦がれる誰かだと思ってたんですよ、異性ですよね、会えない、そう思うほどに会いたいが多くなってくるんで、でもどこにも一回も相手が女の子で恋愛対象であるってことは言ってないですよね。言ってない、君としか言ってない、言ってないですよね。これは本当にもしかしたらそう神様というものかもしれないし、すごい大好きな、まあ、例えば先輩とかね、お世話になった人でもいけるし、あえて多分これ言ってないと思いますよ、ね、言ってない方が膨らむもんね。そうですそうです、聞く人ので本質はもしかしたらその神様とかの話なのかもしれないですよ。だから言えなかったんじゃなくて言わないようにしてたかもしれないですよね、そうだね。あの本当に本当にこう神格化されたものって言わへんからね、言わないんですよ。あの例えば日本はもう天照大神とか、ね、天の御神でしたって言うけど、あのユダヤ教ではその絶対神創造神のことは口に出さないんですよ。あそうなんですか。口に出したらえらいことになります。えらいことになります。それはユダヤの人の前でその神の名前を言ったら、あそうなんですか、ってダメだよってYouTube だからよかったですね、今の顔皆さん届けたいですって、あそうなんですか。そうなるんですよ。だからもうあまりにすごすぎて口に出すのもはばかれる。昔ですね、あの大シンガーソングライター飛鳥涼という人がいましてですね、神格化されてるね今もいるんですけど、飛鳥涼さんが作った有名な Say Yes という言葉を歌う曲があるんです、よく知ってますよく知ってますね、何回も使ってますよね、あれの、2番の A メロで最初に、言葉は心を超えないっていうフレーズがあるんですよ。で、ああとても伝えたがるけど心に勝てないっていうね、言葉にしちゃうともうちっぽけになってしまうっていう。あそんなこと言ってんね、名言なんですよ。これ大好きで、なんかチャゲアス好きで何の歌詞好きですかって、セイエスって言うと、ちょっとなんかにわかじゃんみたいに、あの思われがちなんですけど、あのフレーズはね、やばいですよ。いいね。
いいですね。いいですね。ですからあんまり簡単に好きとか言わないですよね、うん、君が思うよりも僕は君が好きとかね、うん、なんかこう遠回しな言い方が好きなんですけど、でもそこが今言われたその言ってしまうことによってもう、うん、あるくなってた、そう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 、ね、本当には言えないっていうのは、うん、言葉は心に勝てない、なるほどね、そうだよね、そうだね、そう思うわ、表現しようがないもんね、そうです、だから、うん、あの好きの気持ちだけじゃなくて怒ってる気持ちも、うん、言葉にして怒ってるぞって言うと、うん、あんまり怒ってない怒ってない感じするじゃないですか、でももうグーって顔見るだけでやばいやばい怒ってるっていう方が絶対強いですもんね、うん、そうだから言葉ってすごい便利ですけど、うん、本質を伝えるのは難しいですよね、うん、でも女性は好きなら好きと言ってみたいなことを言ってきますよね、うん、言わないと分かんない、そうです、まあ、確かにそう、それはそうなんですよね、美味しいとかもね、うん、言ってくれないと分かんない、うん、美味しくなかったら食べないじゃないかって言ってもいや美味しいって言わなきゃ、揉めてるんですか、家で揉めてないです、いや一般的によくそれ聞くんですよ、ね、うちのじいちゃんが本当寡黙なじいちゃん、うん、とにかくあんま喋んなかったんですけど、うん、でも一回ばあちゃんが勇気を持って、うん、美味しいんですかって、まあ、うちのじいちゃんばあちゃんもまだおばあちゃんは敬語でいつも喋ってたから、うんうん、美味しいですかって言ったらまずかったら食わんって言ってねまあその通りなんですけどすごい美味しいともまだ言わへんっていうさすが昭和のおじいちゃんっていう感じですけど、そうだからもう私は結構言いますよ、美味しいは美味しいで、もうなんか嘘くさいって言われるぐらい言いますよ、そうなんです、だから本当の心を言うのは難しいですけど、うん、これもまあちょっと戻ってきますと、やっぱりこう誰と言ってないあたりがまた ね意外と皆さんが思ってるよりも深い歌なんじゃないかって、うん、そうだよね、海の声、うん、聞いたことないですよね、海の声は、いや僕よく聞きますよそのトーンなどこに行こうとしてるトーンかわからないトーンで来ました、歌よく聴いてるようです、海の声はね、皆さんももし、はい、今夏ですから聴く機会があったらね、海ってずっと聴いてみたらいい、なんか聴くコツみたいなのあるんですか、海の声、風の声、うん、これさ何ですか、マジかで、ね、耳大きくしてなんでかなっちゃったで、いいそうですので、はい、皆さん試しにやってみてください、はい、ということで YouTube の方また来週でございます、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、はい